ございます。ルートは北高道から内見山に行って、内見山から、蓬莱山に行こうと思ってます。本当はもっと早く、今時刻が10時半過ぎてるんですけど、もっと早く着く予定やったのに渋滞に巻き込まれて出発が遅くなりました。じゃあ出発します。はい、ここから山入っていきます。ゴロゴロ登り中です。涼しい影やから、バスの、なんて書いてるの、木馬、どういう意味、新木馬とかって言うから、木馬やろ、そういうこと、多分木を、あの、ビールの木を置くことや、あ、そうなんや、木を干すための木馬である、すごいなめくわいで、本当、綺麗で、おー、天狗すぎです。え、樹齢何年欲しいけど書いてないもんな。あれ、ケルン街道すごいな、これ大ボスかもしれない、最後のね、うん、ミニミニはまだまだ増えるで、これから。あっち、あ、ちょっと見えてる、霞んでんな、 あ、いいね、ここが一番いい景色、ね、ちょっとだけ見えてます。さっきのが大ボスやと思いきや、最後に大皇帝が出てきた。葉っぱもの、なんかすごい、あの装飾アートやでこれすごい見て、アートされてんね、このケル、葉っぱとか枝とかタオルとか今一番上乗せました、もうこれ以上乗せさせるしね、これはもうこれが最後だ。あ、クロットのハゲ、あ、着きました。あ、すごいいい景色、マジ、クロットのハゲ着きました。よーい、まあ、琵琶湖はちょっとだけ見えてる。があのブナガタケやね、多分あっちのでかいやつが。ダメダメ、休憩しながら行こう。はい、もうロープウェイのとこ、あの電線とこまで行けば多分、もう平地かな、平地とか平地とか、ここだけやな、ね、ほんまに、あとはあとこれ5メートルぐらい、うん、登りが多い。なんならもう登山道でした。ダッシュ、ここ。ダッシュで。はい。ゴー。お前。ダッシュしてるけど、終わったかな？恒例の畑さんダッシュが。真心の。そう。あ、ほんまや。なんや、台風かな。あっこそう、あっちが蓬莱山だからめっちゃ綺麗よ。でもさっきウィーンと落としてたっていうことは通ったってことかな。あ、もう行っちゃった、行っちゃったかな、なんか、あれは出発やから今通るんちゃう、通るな、通るちゃん、通るちゃん、ちゃん通ろうか、ね、ゴンドラ、帰りはあれに乗って帰りましょう。バイバーイ。誰か手振ってくれるかな、誰も手振ってくれへん、あ、誰か手振ってくれてる、優しい。あそこまで、あそこまで、結構長いな、長いなそうなんマジか、どこまでなんやろ、階段どこまであんねんやろ、よし、行けるところまで、行けるところまで、はーい、さあ危ない、やばー、あー、着いた、もうやっとるな、ほんまに、いや、うん、いいね、無料ですよね、じゃあもう空中散歩、空中散歩でいいか、ね、そうなの、食べようか、行って戻って2時って多分もう終わってるでしょ、終わってるね、わかんないね、ちょっと危険すぎる、あ、でもバーガー食べたい、だからバーガーなんや、バーガーは食べたいな、うん、食べちゃいましょうか、ね、バーガーしかないやん、何が和洋中、何がいいと書いて全然バーガーしかなかった、ほんまにバーガーしかないもんどうします、泳いでこうか、あ、これね、あ、これやん、これやん、あ、あれがあれじゃん、あれよくみんなが、なん、頼まなあかんやん、そうするね、
なんか頼んだ人用みたいな。あ、やっぱそうだ、向こうっす、ノーステラス。入られへんかった。入れない、お店の人の入れへんやつ。そりゃそうやんな。もう気持ちはカレー一択みたいになってんのか。的確料金のところで、ね、ちょっとなんとお高かったね。お高かったわ。びっくり。お、カレーとノンアルと何だっけ、これ名前忘れた。何ソーダでしたっけ、これ。なんて書いてるの。空色アップル。アップルなんや。あ、そんなちっちゃいね。コクソーダ。コクソーダ、うん、食べよっか。そうだ、とりあえず食べましょう。熱いで、いただきます。なんか中はさっき映したっけ、美味しい。うん、美味しい。あ、大丈夫、全然。うん、なんかもう、うんうん、美味しいです。うん、美味しい。うん、結構あるよ。もう終わる。なんか強そう。むっちゃ膨れてる。体格もいいしな。そういう遊び方。森のくんが違うな。だって歌う人おるやん。お前おるやん。いいね、カップルデートしてるみたい。オッケー。おお、なんかちょっと、お久しぶりの竹馬。オッケーオッケー。いけるいけるいける。オッケーオッケーオッケー。竹馬世族、あ、世族じゃ世代やもんな。レディーゴー。あ、おお、思い出した。おお、いけてるいけてる。あ、いけてるいけてる。どうも。ちょっと体重の方が。お前ら、そもそも無理かもわからん。チャレンジしたらあかんやつじゃん。わあ、かん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 。そうやね、一輪車は我々の次の世代やね。流行ってた。今34歳ぐらいの子になれる。落ちてる。落ちてる。わあ、見えねえ。入られへんのか、あの山頂の三角点とかの。行きたい人どう見てもおらんおらんなわ。あれやんな。そう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 、あれ、そうや、うん、入れへん、残念、立ち入り禁止です。諦めよう。こっからピーン、登場しました。あれっぽいけどな、右のあれ、あれじゃないか。中に何かあるの。もう何が起こったんや、急に走り出して。あ、見えた見えた、ビョコも。たださ、お前なんで急に走り出したん。あ、すごい、見て、晴れたで、すごい。あ、カリパワーで吹き飛ばしたんじゃん。急に走り出したかと思ったら懸垂しだしたのか。からいるんじゃん。片方。ああ、意外と無理なんか。低い方。あ、そうか。あれやったら低い方やったら行くんじゃん。行けそうな気もしますけど。はいはいはい。ああ、残念。おお、でも、おお。まあ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 、結構いた。むずいよ。なんで俺こんなに勢いつけんじゃん、一人。立った
ら酔わないけど。ああ、あかん。違う、タツンとは。よしよし、なんだかんだこの下りを全部楽しんでる。そうそうそう。ああ、すごい。すごい。ライさんは飛騨山系で2番目に高い山なんですけど、一番高い山はもうここから見えへんな、ブナガ岳です。3番目は忘れました。登りはとにかくずっと登り、休むポイントが少ないね。そう、登りが続いてて、あの、まあ、登りやすい、登りやすいし、あの、分かりやすいし、ロープウェイで降りれるんで、映えポイントもあっていい山なんじゃないかなと思います。じゃあさようなら。